各課ご来賓の方々そしてご列席の皆様方第18回インターネットガバナンスフォーラム年次総会にようこそお祭りくださいました私の名前はレベッカです今回開会式の司会を務めさせていただきます第18回インターネットガバナンスフォーラム年次総会の開会式に先立ちまして前座として日本の伝統芸能である 歌舞伎をアレンジした歌舞伎 To Lion with Sunsui Media Installation をお届けします。監修は土佐直子様です。歌舞伎というのは江戸時代の初頭に京都で始まった、当時は斬新で一歩変わった芸能でした。この作品では有望な獅子の精霊がクライマックスに登場して歌舞伎の醍醐味であるレンジ師を演じます。 獅子は花の香りをまず嗅いで、そしてレンジ師という怒りを表す激しい動きをします。このレンジ師は実際に生の歌舞伎役者が演じました。まさに国際的な IT 会議にふさわしいデジタル歌舞伎のパフォーマンスをぜひお楽しみください。 너 <목소리도> ここでリー・ジュンフは国際連合事務次長及び岸田文雄内閣総理大臣にご登壇いただきます。リー事務次長、事務総長、そして岸田総理、よろしくお願いいたします。 ご列席の皆様本日は国際連合と総務省主催の第18回インターネットガバナンスフォーラム年次総会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。これより開会式を始めさせていただきますますず最初に国連事務総長 アントニオ・グテーレス様からビデオメッセージをいただいておりますビデオの紹介を国連事務次長のリー・ジュフォア様よりお願いいたしますリー様どうぞおはようございます閣下岸田総理 そしてご列席の皆様、私は国連事務総長アントニオ・グテーレス事務総長のビデオでのメッセージをこれからご紹介させていただきます。各々ご列席の皆様、この京都において開催されている IGF にようこそいらっしゃいました。 皆様の多大なご努力によって政府そして民間部門市民社会そしてテクニカルコミュニティが オープンで安全でグローバルなこのフォーラムを実現することに尽力しています。20年間にわたってマルチステークホルダーの協力によってこの極めて生産的で弾力性のあるこういったインターネットというものが確立され地政学的な緊張や急増する危機器そして拡大する分断に対応しています。皆ままののご努力はいやましててになっていますこのテクノロジー デジタルテクノロジーを活用し続けながらインターネットを実現していく必要があります。そしして SDGs の目標を達成し課金 この気候の問題に対処する必要があります行動を起こすために3点必要ですまず接続性のギャップを縮めそして残り26億人の女性や少女たちがオンラインに繋がるようにする必要があります2つ目にはガバナンスのギャップのを縮めるということでありますそして3点目でありますけれども人権とそして人間中心のアプローチといったものを強化する必要がありますインターネットそのコン 安定にあるこの物理的なインフラがオープンで安全で全ての人にとってアクセス可能でなければなりませんこのインターネットの何期にわたって確立されてきたマルチステークホルダーの制度といったものをさらに支援をしそして 戦略的な指針を提供しそして安定した財源を確保しそして皆様の重要な役割のインパクトを拡大する必要がありますそういった意味でこの IGF に対しての具体的なソリューションガバナンスソリューションを提供するための上級諮問委員会というものを設立することになっておりますそして2024年に開催される未来サミットに向けてグローバルデジタルコンパクトを提案していきたいと思います 政府と民間と市民社会が定期的に集いそしてこのコンパクトといったもののフォローアップをする必要があります縦割りというのをような形に後退することはもはや許されてはならないと思います新しいデジタルテクノロジーに対してさまざまな重複であったり発生するいろいろなリスクを低減する必要があります。このの京都での海外会合 を通して私たちが総力を結集してさらなるこのインターネットの発展構築に向けて努力をしていきたいと思います私どもの感謝を日本の政府に対して申し上げたいと思います今事務総長から 提案されましたようにグローバルコミュニティが2030年 SDGs のの SD のこの目標というのを達成しななければなりません非常に複雑なそれは状況でありますけれどもインターネットを通してこういった複雑性に対処しそしてより良いそしてより弾力性のある未来に向けて私たちは進む必要があります責任のあるさまざまな政策を通してこのデジタル政策を推進するということが大事です。IGF は 国連のもとですべての国がすべての個人が結集をする必要がありますステークホルダーのグループや背景は関係ありません IGF はさらにその役割を強化しグローバルなデジタルフォーラムとして その収束をする修練をするそういった領域を同定をするそして2030年のアジェンダを達成していかなければなりませんそういった意味でこのフォーラムのフォーカスであるデジタル問題に対処しながら皆様からのさまざまな提案やそして勧告というものを受けていきたいと思います。18年年前2005 IGF が そのマンデートということでこの情報社会,社会インフォメーション・ソサイティに対するマンデートを受けましたそしてその後国連で加盟国がこのマンデートを見直してそしてその未来を消していこうということを決めたわけであります3点ここで皆様に伺いたいことがありますまずこの今回の IGF を通して皆様はこのマンデートとこの目的というのは達成しているんでしょうかインターネットというのはこの SDGs を達成する上にどのように貢献しているでしょうか IGF は このグローバルデジタルコンパクトへのフォローアップに対してどのような準備をしているでしょうかこの3点を通して各国がデジタル政策をよりよく推進しよりオープンでそして包摂的な安全なインターネットへのアクセスというものを全ての人に提供する必要がありますその目標を達成するために より緊密なパートナーシップや協力というものがステークホルダーの皆様の間に必要になるわけです。SDGs を実施するためにそして技術的な支援をグローバル・サウスに提供するためにそしてデジタル格差を縮めるために私たちはこの包摂的なマルチ・ステークホルダーのアプローチをこの IGF を通して推進し私たちが求めるインターネットを構築してまいりたいと思います。ごごありがとうございました ありがとうございましたでは次に日本国内閣総理大臣岸田文雄様よりご挨拶がございます岸田総理どうぞご登壇お願いいたします 日本の内閣総理大臣の岸田文雄ですご来席の皆様こんにちはそしてようこそ日本にお越しをくださいましたご来場のそしてオンラインでご視聴の皆様におかれましてはインターネットのより良いあり方について日頃からご議論をいただきまた その実現にご尽力をいただいておりますことに、心から敬意を表し申し上げます。インターネットガバナンスフォーラムのオープンかつ民主的、包摂的なプロセスを重視するという基本理念は、まさに我が国の基本的な価値観と一致するところであり、 我が国が今回初めてホスト国として会議を開催し、こうして皆様をお迎えできることを大変嬉しく思っています。インターネットをはじめとするデジタル技術は、世界中の人々の経済活動を支え、経済成長をもたらすエンジンです。 インターネットは自由で多様な表現の場として機能するとともに時間や空間の制約を超えた情報やサービスへのアクセスを可能とするものであり生活や社会経済活動にとって不可欠であるだけでなく 民主主義社会の基盤として極めて重要です。また自由で分断のないインターネットは開発、保険安全保障といった我々が直面するさまざまな課題の解決や人類のさらなる発展のために不可欠です。一方で インターネットが偽情報を含む違法有害情報の拡散、サイバー攻撃、サイバー犯罪など、人々の安全や自由な経済社会活動を脅かす課題を生んできたのも事実であります。それらの負の側面にも背を目を背けることなく、 世界中からさまざまな立場の参加者が一堂に会し、マルチステークホルダーアプローチの議論により、英知を結集することで、リスクを低減しつつ、インターネットの恩恵を最大化できると確信をしています。本年の会合の全体テーマである われわれが求めるインターネット、あらゆる人を後押しするためのインターネットは、誰一人取り残さない包摂的なインターネットを実現し、持続可能な人類の未来を切り開くという力強い決意の表れであると思います。日本政府として、ホスト国として、 ここの議論に貢献すするるととが重要な責務であると考えていますインターネットが信頼性のある自由なデータ流通 DFFT を促進し引き続き人類の発展に貢献するためにはオープン自由グローバル 総合運用、運用可能、安全かつ信頼できるインターネットを維持することが必要であると確信をしています。我が国は、さまざまな立場のマルチステークホルダーによるインターネットガバナンスを支持し、引き続きコミットしてまいります。え最後になりますが、 開催都市であるここ京都は豊かな歴史と伝統が息づく都市ですご参加いただいている皆様にはインターネットの未来についての活発なご議論参加者同士の交流と合わせまして是非京都そして日本の文化や食事おもてなしを ご堪能いただきたいと思っていますこの京都における会合が国際社会の未来そして皆様一人一人にとって有意義で実りあるものとなることを記念し私からのオープニングのご挨拶とさせていただきますありがとうございました Thank you very much. Excellent. 総理ありがとうございました 大変にありがとうございましたもう一度お二人に盛大な拍手をお願いいたします。